こちらはブームが続くサウナを通して信州の魅力を発信する信州サウナ同盟です。サウナを使ったイベントを開きやすくするため知事にある提案をしました。こう見えて県庁の会議室安倍知事も表情が緩みます。信州の大自然にアウトドアサウナがもたらす無限の可能性を生み出せるんじゃないか。サウナを通して信州の魅力発信や地域の活性化を目指す、その名も信州サウナ同盟。サウナの経営者や市町村の職員などさまざまな業種の人が集まり去年発足しました。今回提言したのはサウナの中でも持ち運び可能なテントサウナを使ったアウトドアでのサウナについて。サウナが公衆浴場に該当する以上ですね、テントサウナも例外ではないんですよと。プールで水着は OK なんですけど、これをお風呂といった途端にこれ NG になっちゃう。法律ではテントサウナはサウナと同じ公衆浴場の分類に入っています。これにより外部から見えてはいけない、シャワーや脱衣所が必要などさまざまな基準が設けられています。手軽にイベントや施設を開くため県と一緒にルール作りをしたいという提言です。コミュニケーションが豊かになりますし、長野県から率先して規制改革を検討しますという話でいいよね。ありがとうございます。私は変える検討するというのは観光部と一緒にやりたいな。そうです。私はもうどっちかというと向こうに座るようになったちょっと整ってきましたね。アウトドアに力入れてるっておっしゃってたので、そこにサウナっていうのが多分ドンピシャだったのかな。非常に有意義というか僕的には大満足。安倍知事は具体的な検討に入りたいと意欲を見せました。ありがとうございます。